ブライアン・ジェームズ・ブキャナンは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトを右打ち。現在は MLB カンザスシティロイヤルズ参加の、トリプル A 級オマハストームチェイサーズで、打撃コーチを務める。1994年の MLB ドラフト一巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。 1997年オフにチャック・ノブロックとのトレードでエリック・ミルトンら3人と共にミネソタ・ツインズへ移籍した。2000年にメジャーデビュー。2001年は69試合に出場し、10本塁打を放った。2002年のシーズン途中にジェイソン・バウトレットとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍すると、翌2003年には自己最多の115試合に出場した。 4番を打ったこともある。メジャー通算346試合出場で打率、258、32本塁打を記録している。2006年は独立リーグのセントポールセインツでプレーしていたが、オフに福岡ソフトバンクホークスと契約。2007年は主に DH として99試合出場し、打率、285.11本塁打、48打点の 成績を残すも、アダム・ハイズ・デュと共に11月30日に戦力外通告を受け対談。2008年、カンザス式ロイヤルズとマイナー契約。主に DH を任されるが、投手としても3試合に登板している。2010年より、パイオニアリーグのルーキー級アイダホ・フォールズ・チュカーズの監督を皮切りに、ロイヤルズ参加で監督、打撃コーチを歴任した。 2017年シーズンからは、ロイヤルズの打撃コーチ補佐となり、1年間務めた。2018年シーズンからはマイナーに戻り、トリプル A 級オマハストームチェイサーズで打撃コーチを務める。ありがとうございます。